どうもヘッドです。よろしくお願いします。ウェルカムトゥ NTV ということで、今日は言わずと知れた、ジュニアさんに来てもらっております。ズンズンチャンネルの方で、ジュニアから NG ヘッドへの質問っていうのがありまして、で、この NTV では、NG ヘッドからジュニアへの質問ということで、やらせていただきます。NG ヘッドから5つの質問、スパスパ。行きたいと思います。怖いわー。ね。あ、めっちゃ怖いっすわ。まず貯金額とか聞いて。いやいやいや。3つ目の質問。まあスパイダーももうほんまに長い。はい。キャリアって最終形態っていうか、そのまだその進化の途中やと思うねんか、はいはい、そのジュニアもその音楽のいろんなことをまだまだこう覚えたいっていうか、その進化したいと思ってる途中やと思うから、こうどういうものを描いてんのかっていう、はい、もう最終形態というか、うん、そのまあサウンドとこうプロデュース系って俺結構分けて考えたりするんですけど、うんうんうん、まあ現場とっていうことですね。そうですね、うん、でまあプロデュース系で言うと、うん、あのほんまになんやろう、まあ、今でこそもうオリコンの話とかしないですけど、うんうん、まあ、当時で言うたらね、オリコン全曲レゲエにしたいわとか、うんうんうん、こう未だに思ってたりするんですよ、はいはいはい、でまあ今じゃそのオリコンじゃなくてiTunes チャートとか、うん、まあそういうのの、まあ、レゲエチャートとかこう分かれてるじゃないですか、うん、じゃなくてもうこう iTunes チャートのオールジャンルの方で、うん、こうもうほんまレゲエアーティストを、はいはい、埋めたいなとか思ってたり、はい、するんですよ。で別に俺が作った曲じゃなくても、なんやろう、まあいろんなプロデューサーも、ね、はいはい、いっぱい出てきてるし、あのアーティストもまあ増えてきてるから、うん、それをまあ、あのレッドスパイダーフィルターを通して現場でなんかかけれたりとかして、なんかこうほんま日本のレゲエがわって盛り上がれへんかなっていうのだけずっと考えてるんですけど、なかなかなんかそう難しいなっていうのは分かってるんですけど、昔っていうかさ、クラウンがさよくレゲエを日本で一番の音楽にしたいってなんか掲げてたっていうかよく言ってたから、そういう思いよね、そのこんだけいい、アーティスト揃ってて、やっぱみんなほんまいい作品作っててさ、うん、ほんま知らんだけやねんなっていう。いや、そうやと思う、そうやと思う、お前らが知らんだけやろって俺オールジャンルのイベント行ってよく言うお前らがこの曲知らんだけやろそりゃそうやな、そうやそうや、だからそういう面でもこう、まあ、あの今レゲエの日作ろうとかなんかそういう動きとかしてたりしてたんですよ。でまあクラバンで募って、まあ、ある程度、まあ、現実に向けてこう動き出してるんですけど、そういうのって結構できるもんやなと思ったんですよね今回、はいはいはい、だからなんかほんまに変な話ラジオ作ろうやとか、うんうんうん、とかも俺できんのかなとか、そのメディア作ろうよとか、でもやっぱメディアあるってめちゃくちゃ強いじゃないですか。いや強いと思う。だからそういう動きとかもひょっとしたらこれあるなって今ちょっと思ってたりするんですけど、でジャパニーズレゲエひっくるめて、その日本のレゲエってメディアが弱いじゃないですか。だからそのほんまにチャートとかレゲエで埋めるなら、そういうメディアもやっぱ自分ら発信のメディアっていうのがちゃんといんねんなとか、もちろん現場主義なんですけど、はい、現場じゃやっぱこう補えへんもんっていうのめちゃくちゃあったりするから、はいはいはい、今は特にね、うん、そのなかなかみんなが現場から足遠のけるっていうのもあるし、うん、しね、うん、ラジオほんまめっちゃいいと思う。俺もラジオはすごいかなっていうかな、ほんま最初はコミュニティ FM みたいなとかでもええと思うから、そっからでやっぱ今インターネットで全然その距離関係ないから、うん、だからそういうのとかもひょっとしたらなんかクラファンでそのレゲエのラジオ作ろうよみたいなとか、
やったら集まるような気もしてきたんですよ、うん、まあ俺一人じゃさすがに無理じゃないですか、その毎日ずっと俺がやるとか超無理やから、うん、まあそのね仲間たち、はい、いろんな、まあ、NG 君もそうだし、はい、いろんな人に協力してもらって、そういうのとかも、まあ、どんだけかかるかわかんないですけど、なんかそんなもう視野に入れていかなあかんなって思ってたりするんですよ、はいはい、でそういう面でなんかこういろいろレゲエをなんとかこう盛り上げたいなって思ってるところですか、うん、ほんま、俺のこの今から言うのは使うかどうかわからへんけど、はい、東京の人ってさ、うん、やっぱり向こうが中央やから、うん、お前らが来いよってスタンスやけど、うん、もうことレゲエに関しては、うん、お前らが来いって言いたいからね。まあ現にねレゲエで言うたら中央っすからね。いやほんまにバリバリの、うん、やし、あのサウンドもそうやし、あのアーティストの数数とか日本全国で行われてるレゲエフェスどう見ても半分以上大阪人やほんまにみたいなとかも言うとやっぱそういうことなんでしょうね、うん、とは思うんですね。いやもう絶対そうやと思う。レゲエに関しては絶対大阪が中央やと思う、うん、だからほんまにこれをもっともっとこうなんか確たるものにして、うん、もう東京の人らもうレゲエの人のなんか仕事しよう思ったら大阪行くっていうのがもう当たり前みたいな、うんうん、多分そこをねそこって結構なんていうかな、まあ、セールスポイントの大阪レゲエのセールスポイントの一つでもあるじゃないですか。そのここがレゲエの中央やで、はい、だからそういうことをしてる会社って結構大阪、まあ吉本しっかりなんかいろいろおるじゃないですか。大阪から発信したい、でそういう人らに多分こういうことを伝えるとあいいやんってなるかもしれないですよね。すごい、あの濃い話、めちゃくちゃ真面目ですね大丈夫ですか。いや大丈夫、来年川端誠二さん参議院議員に、いや市議会議員から三原の三原ぐらいだったら慣れそうやな。いや何もあれいや、そのうちやんちゃんを立候補してみたとか言って YouTube でまあそういうのもやっぱこう突っ走っていってもらいたいなと思います、うん、はい、なら次の、4つ目ですもんね、はい、もしこの NG ヘッドを、はい、プロデュースするっていう、はいはいはい、ゲームがあったとするやんか、はい、俺がバーっておって、はい、でこのスタジオがあって、あ俺が例えばじゃあ NG 君使っていいよってもう自由に使って、そうそうそう、もうそういうゲームやとしてやったら、とりあえずシンガー ×NG ヘッドのアルバム作るっすよ。はぁ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 。でもう NG 君はもうずっと DJ だけするみたいな、うん、でまあそれこそシンガーも、まあ、ある程度ねいろいろ出てきたじゃないですか、うん、日本の若手も俺が、うん、まあ、いろいろいけるから、はい、それのまあ10曲とか作って、うん、DJ ってこうやでっていうのをやっぱ、ね、できる人ってやっぱ数知れてるから、うん、それを分かりやすくシンガーと DJ の違いみたいなを、いろんなシンガーを使って、なるほど、ね、だからシャギーとかって結構ねシャギー売れてる曲ってそういうタイプめちゃくちゃ多くて、分かる、だからエンジェルとかもそうやし、うん、いろいろ、そうやな、絶対サビはシンガーなんですよ、うん、でもシャギーはちゃんと DJ して、うん、分かりやすいシンガーと DJ みたいなことしてんのって意外とやっぱ聞きやすいし、そうやな、なんか自分もそういうの好きやったりするんで、それできる人ってやっぱ数少ないかなと思う。なるほどなるほど。だからまずそれやりたいなみたいな感じですね。なるほど、シンガーと DJ のコンビを作って、はい、でそれをバンと売り出すと。そうですね、まあでもレゲエの枠超えてもいいですもんね、シンガーなんだったら、うん、NG ヘッドはそういうのやりますよだからあの子そういうのやりますよそういうの大丈夫ですよ、うん、だからそれ絶対やろうな、レゲエだけじゃない方がおもろいかもな。だから俺もその
多ジャンルとやるのほんま昔から好きやから、うん、山嵐とやったりとかさ、まあ、ヒップホップやったら、まあ、ガキレンジャーとか、はい、ガキレンジャーもちょっと一癖ある音楽の人らやから、うん、すげえおもろかったもんな。だからまあほんま逆にレゲエの人はほんま 2,3 人でいいかもしれないですね、うん、レゲエのシンガーっていうのも。なるほどね、そういう化学反応みたいな。そうですね、 R&B の人とか、うんまあ、ヒップホップのシンガーのタイプの人とか、うん、そのロックとか、まあ、ワニマとかおもろいですけどね。いやーいいね、 DJ みたいなあのシンガーというか歌うスタイルのやつに DJ ぶつかっていく、もう NG かもろ DJ するみたいな。ロックもハマりそうですもんね。いいよいいよ。だから俺あのジェシーとかさ、ああはいはい、あのやっぱスタイルかっこええし、そのあの音楽感とか世界観とか好きやから、まあなんかあったらリンクス仲いいねんけど、飛んでておもろいやんか。そうですね。あんなとことやってもおもろいやろうし、まあ、意外なんとかな、意外なんとかそういう化学反応好きやな。そうっすね、なんかそこを意外とその、まあ、NG 君のファンの人って多分壊すコアな人が多いと思うんですけど、意外と崩すこともできる、それをあの許してくれるあの、うん、NG ヘッドのファンは「あの子それできるもんね」あ「そんなんあの子好きやもんね」みたいな。だからそれをあのそういうのやってみたいなとは思いますね、うんうん、で日本版シャギーみたいな。シャギーかっこええもんな。そんでもう言うたらもうまあベテランじゃないですか、うん、でもちゃんと地位あってかっこいいし、うん、そうなんか日本でもなんかああいうタイプおってもいいなと。ああ行きたい、出したいねシャギー感。いや俺もあのスタンスっていうかさ、うんうん、立ち位置はもうめっちゃいいな。でまあ言うたらポップなこともできるし、うん、まあ意外とミソロボロボみたいなのもあるじゃないですか、うん、そうやな。で現場とか出てラバダブとかでもむちゃくちゃ盛り上げるしな、うん、そうそうそう上手やもんな。色だから意外とあのコアなこともできるし、あのポップなことも崩してできるっていう、うん、な、ああいうタイプおったらまたおもろやろなと思ったりするんですけど、うんうん、それができんのが NG ヘッドじゃないかな。なるほどな。っていうことなんで、もしかしたらなんかそのうちそういうのが出るかもしれない。急に あれちゃう言ってたやつじゃん。いやーやれたらいいですね。はい、はい、ありがとうございます。では、はい、まあ最後の5つ目の質問ですが、はい、もうここまで、成功したスパイダーの、ジュニアさんにまだ夢ってあるんですか。そんな成功してないのけど、まあ、それこそ、来年また緊急事態をしようと思ってます。はい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 、聞いてます。どんだけ集まるかちょっと分かんないですけど、まあちょっとアホみたいに集めたろうかなと思って、うんうんうん、今ちょっともうちょうど動き出したところです。なるほどなるほど、はい、来年に向けて。まあそのさ、それが大成功したとしてさ、はい、ならそこまでの登ってその景色見てから考えんの。いつ俺常に違う畑見てって、うん、でまあ俺結構ほんまヒップホップの現場とかもこっそり行ったりするんですよ、うん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 、でまあロックとかもまあ聞いたりするんですけど、うん、ああいうねわって盛り上がってるじゃないですか、いろんなジャンル、はい、でレゲエもおもろいねっていうのをやりたいですけど、なかなかやっぱこう、なんちゅうのかな、こっち向いてくれみたいなとかも感じたりしてて、で、どうにかしてね、好きなやつをこっちに向かせたいみたいな、小学生の子が。だから、もうとりあえず一人でわけわからんぐらい集めてたら、でこっち見るやろみたいなんでやりまくってんすよ。なんかやってんなじゃないけど。まあ、その、言ったら、レゲエフェスやったら、まあいろんなアーティストおるから、レゲエフェスでしょみたいな、うん、感じで見られてたり、ただそのどのジャンルにでもいないじゃないですか、 DJ で満タン集めるやつなんか、うん、日本において、うん、
だからそれして、え、こっちおもろいぞみたいなことをしたいなと思ってるんですけど、で、まあそれでなんかこう、あの、あわよくばレゲエ人も、これレゲエまだまだ終わらんぞみたいになって、こう、みんな火ついて、またね、もらった、ちょっとこう、元気なやつは元気なやつでもあるんですけど、ちょっとこうね、落ち着いてるやつがやっぱおるから、そうやな、あの、それこそあの、ね、変な話、NG 君のこの前のコンバットで、うん、俺も頑張らなかったみたいな感じで、うん、あの、そういう感じで思ってくれる人が一人でも多く、うん、そうやね、いたらいいかなと。そうやね。ほんでまあちょっとその緊急事態はまあ5年ぶりで、あ、そんなな、そうなんです、そんななんやな。2016年でもう辞めてたんですよね、うんうん、でその時辞めるって言ったんですよ、俺緊急事態もせえへんっつって、うんうん、で帰るでももうやらんって言ったんですよ、うん、でそのまま武道館で、まあ俺もそういうのやらんとこと思ってたんですよ、うん、まあワンマンとか やるっつっても、まあ、Z 規模でいいかなぐらいやったんですけど、ここコロナ前ぐらいにちょっと変わってきて、で何が変わったかっていうと、その浅尾くんがずっと緊急事態やろうやって言うてたんですよ。でちょっとなんか、うわ俺やっとけばよかったなと思って、でまあちょっとなくなっちゃったから、はい、こう最後まあ恩返しじゃないけど、もう家置いてやろうかなと思ってぐらい、もうだからほんま今回でちょっと俺もまあ一応、まあ、最後浅尾くんやりたいって言ったのを込めて、まあ、だから人数うんぬんよりそこが結構大きいかなと思ってですよ。なるほどね。でまあちょっともう最後も家をパンって出してぐらいの感じでやろうかなと思って。最後のあれやな、ジュニア泣く姿見れるわけ。いや泣くかもしんないですね、その浅尾くんの。それがちょっとまあ一応あのだからファンの中ではお前やんのかよみたいなあると思うんですよ。あ、やれへんって言うと俺もうやらんでっていうの、ほんまにやる気なかったんですけど、うん、でこれほんま社内でもあの やろうやぜといや俺はやりたないみたいなちょっとあったんですよ。でまあやった方がやっぱこうね、カエルスタジオ自体が活性化するっていうのもあるし、うん、そうも分かんすけど、なんかこういつまでもやんの嫌やわみたいなのがあったり、自分の中でもそうあったりして、でまあそれもあったんですけど、でまあ朝はこうやろうやつやったんですよ、ずっと、うんうん、なるほどね。そういう思いがあるわけやね。そうなんです。ほんでまあ変な死ぬなんか思ってないじゃないですか。まあな、そらな。そうだからそれもあって、このタイミングかよみたいなのもあって、うん、まあやもうじゃあやろっかなって思ったらコロナ来て、はいはいはい、でまあちょっとこう2年ぐらいちょっとできなかったんですけど、なんかそんなエモいとこあんねやんやっぱジュニアはこの子はええ子やなと思ったなええ子に育ったなってまあでもね、俺カエル入る前からもう LG 君と付き合い、そうやね、あのエイリアンスポットでさ、一番前でね、あ、どうやって DJ セレクターやんのみたいな言うてる子やったのに、まあなんとかこう、まあもうレゲエっておもろいやんっていうのを、うん、こういろんな形変えてどうにかして伝えられんからみたいな、な、そのやっぱさっき言ってたやっぱね、一番の音楽にしたいっていうね、そのもう、うん、チャート全部見てもみたいな。まあまあ純粋にもうほんまにあの20年前それこそスカイザレミット始めた時ぐらいの気持ちはずっとあるんですよ、未だに。もう俺らがやってる音楽がやっぱ一番かっこいいって思ってまだやってるって感じですね。だからほんでそれでやっぱこう俺見てた先輩たち、それこそ NG 君とかあのまあブギーさんもそうやけど、だから未だにこうなんか曲やらせてもらったりとか、うん、ダブ取らせてもらったりとか、うん、でもちろんそのかっこいい先輩もこいつこの人らかっこいいねんぞって知らん人にも教えたいし、でこのかっこいい若手もいっぱいおるわけじゃないですか、それも知らせたいみたいな、うん、そのためのレッドスパイダーグラフ。いやーもう今日はいい話、こんな真面目ないい話しましたね。
真面目ジュニアで大丈夫ですか。いや、あの、めちゃくちゃレアで俺はレアな時間を過ごせてるなと思ってたけど、はい、うん、ほんまになんかね、ほんあのカメラ回ってないとこで差しで飲みたいなぐらいの1回な、はい、そんなの、まあ、あんまりやったことないし。いや、でも良かったです、はい、いい話聞けて良かったです、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日は、ズンズンチャンネルの、コラボということで、はい、NJ とからジュニアへの質問ということでやらせてもらいました、はい、概要欄にもちろん皆さんご存知の、ズンズンチャンネル概要欄に入れて書いとくんでチェックしてください。またこんなこともやりたいです、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、では全世界の皆さん、ピース、ありがとうございました。